BMX パフォーマーのゆえです。今回のハウトゥーはロックウォークを紹介していきたいと思います。まずロックウォークをする前に足のスタンスを決めてください。足のスタンスでロックウォークの回る方向が決まります。右足が前の人は左に回ります。そして左足が前の人は右に回ります。リアタイヤを上げれない人はまずリアタイヤを上げる練習を先にしましょう。回る瞬間はフロントタイヤに体重を乗せたと同時にハンドルを切ってリアタイヤを浮かします。今回のハウトゥーはロックウォークでした。ロックウォークをするためにはフェイキーっていう技が必要になってきます。フェイキーのハウトゥーも前回上げてましたので、ぜひそちらも練習してください。そしてこれからもいろいろなハウトゥーを上げていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。